あれ？机の上にメモが書いてある。今日の5時に学校に来てねって書いてある。ねえ翼ちゃん、5月3日は何の日か知ってる？ゴールデンウィークで学校が休みの日でしょ？そうだけど、それだけじゃないよ。リカちゃんの誕生日だよ、リカちゃんの。あ、本当だ、5月3日ってリカの誕生日だったね。すっかり忘れてた。でもどうする？プレゼントとか。私、良い考えがあるんだ。それいいね、面白そう。リカ絶対喜ぶよ。それじゃあ早速みんなに協力してもらわないとね。まずはカスタード先生に話しに行こう。あ、カスタード先生、さくらさんどうしたの？5月3日リカちゃんの誕生日で、わかりました。協力します。今日の授業はここまでです。みんな気をつけて帰ってくださいね。さくら、一緒に帰ろう。あ、リカさん、ちょっといい？この前算数のテスト悪かったから居残りでもう一回テストするわよ。そんな。さくら、先に帰ってて。リカ、再テスト頑張って。じゃあ先に帰ってるね。今のところ順調ね。急いでリカちゃんの家に行って、リカちゃんのママにも協力してもらえるよう話しに行こう。あら、さくらちゃん、つばさちゃん、どうしたの？リカちゃんはまだ帰ってきてないわよ。実は明日リカちゃんの誕生日にサプライズをしたくて、リカちゃんママにも協力してもらおうと思ってきたんです。え、面白そうね。ねえママは何をお手伝いすればいいの？わかったわ、協力するわ。お願いします。ママおはよう。リカちゃんおはよう。今日はパパとママで映画見に行くから留守番お願いね。私も行きたい。チケット2枚しか取れなかったからダメよ。せっかく学校休みなのに。じゃあミクちゃんとマクちゃんと遊ぼう。ミクちゃん、マクちゃん、遊ぼう。あ、お姉ちゃん、あ、今日はリク君と遊ぶ約束してるの。あ、そうだった、行ってくる。ミクちゃん、マキちゃんも出かけちゃった。みんな冷たいな。書いてある。今日の5時に学校に来てねって書いてある。せっかく学校休みの日だけど退屈だから行ってみようっと。やっぱり休みの日だから学校も静かだわ。あのメモ何だったんだろう。とりあえず教室に行ってみようっと。あ、
めんね。どうしてもリカちゃんを驚かせたくて。リカ、びっくりした？さくらがリカの誕生日は大勢で祝いたいって言うから、こうやってみんな集まってくれたの。リカちゃん、誕生日おめでとう。みんなありがとう。でも、もうパパは？あー、パパに本当のこと言うの忘れてた。一人で映画館で待ってるかも。あれ？ママ遅いなー。